ここ岐阜駅、JR 岐阜駅の中央北口です。これからハートフルスクエア G まで行きます。はい、行きますよ。なんか今工事してるんで、あ、そういやこのビードフランセっていうのが山崎パンなんですね。冷凍生地使ってるらしいっすよ。で別に冷凍生地が悪いわけではなくて、ああいうところで美味しいパンを焼くためにどうしたらいいかっていうので冷凍生地で、どこだ、工場で作ってるってことですね。でしてるなってことです。なんかいろんな工夫があるんですよ。知恵と勇気、勇気かどうかは分かりませんけどね。はい、行きます。アスティ見えてきましたね。全国でおなじみのアスティですよ。アスティ行きました。今日ずっと1階から行くっていうのをやってみたいと思います。だからアスティも1階から入りますね。前2階から行くのやったんで1階やります。はい。なんだっけ、松本清ですね。さあ、昨日この前ね、撮るの失敗したんですよ。レックボタン全部逆に押してて、でまあ、こんな具合でアスティを抜けます。アスティ抜けます。はい、そしてハートフルスクエア G です。ここでやってます。ここの2階です。2階行きます。はい、2階行きます。じゃあここから2階へ行きます。はい、じゃあ行きます。着きました。おっと静か、閑散としてますね。閑散としててちょうどいいんですけど、ここでやってます。はい、こんな感じでやってますね。ここまで入ってないんですけど、そのうち入れます。はい、そんな具合で、トイレもね、この展示の間にあるっていうすごい良い周到です。はい、こんな感じでやっております。はい、あれなんかビラってなってるね。これ見てくださいっていうつもりで、たくさん周囲にあります。そのうちこれとかね、この線ドローイングに関してはちゃんとした絵にする予定です。はい、この子たちもね、ちょっときちんと描こうかなと思って、この子もねちゃんと描こうと思ってますよ。はい、ってのことで、どこ行ったらいいですかね。まあこんな具合で平日は寂しいものなんですけど、まあ、それはどこの画廊でも一緒ですよ。なんでどっちかというと余裕を持って見れるっていうのはね、いいんじゃないかと思います。なかなかね、こうやって引いてこう俯瞰して見えるっていうのもなかなかないことなんで、ここならではだと思います。はい、まあ、いろんな人に見てもらうチャンスが僕は欲しいので、なんだっけな、画廊でね、ちょっとお高い感じの人に見てもらうのもいいと思うんですけど、僕はどっちかっていうとそれよりは、あまり画廊とかさ、そういうところに足を向けることのない人とか、たまたま見たとか、ちょっとなんかね、難しく考えなくても楽しく見れる、見てよかったなって思えてもらえるのがいいんじゃないかなと思ってます。ってそういうもんでしょう。はい、ということで、14日までやってます。見てね。